はい、どうも、こんにちは。コウスケでございます。以前ですね、こちらのチャンネルでもご紹介しました。今年のサンリオコミコンがですね、コロナウイルスの影響によって中止となってしまったことによってですね、今年のサンリオコミコンは、イベント名がですね、変わりまして、コミコンアットホームと呼ばれるですね、ウェブサイト上で展開される、バーチャルイベントになるということですね、以前お伝えしました。まだ見たい方はですね、ぜひともそちらの動画、見てからね、こちらの動画を見ていただきたいんですけれども、その中でですね、このバーチャルコミコン、コミコンアットホームにですね、今年は DC はですね、参加しないというふうな、ね、表明がありました。DC はですね、今年は、コミックの方もですね、これまで流通してきた、マーベルとかね、ウォーキングデッドのイメージコミックスとか、あとはヘルボーイのダークホースコミックスとか、トランスフォーマーの IDW コミックスとか、全てのですね、全出版社が取り扱っている、流通のですね、代理店、コミックの代理店というのがありまして、それダイヤモンドコミックスっていうんですけども、このダイヤモンドコミックスからですね、DC が独立して、DC 独自のですね流通経路で全世界のコミックショップに配布するというふうなですね、DC がいろいろ新たな動きを見せているということなんですよね。DC に関しては最高責任者だったダン・リリオさんという人がですね辞めて変わりつつあるんだと思うんですけども、その中でですね、DC は別のこれまでの会社とは違う、独自の動きを見せていくんじゃないかということでね、ちょっと今後の DC が、どちらかというとね、僕は心配よりもですね、楽しみだなというふうな、ワクワクさせてくれるような、イベントをですね、今後もやってくれるんじゃないかなというふうに期待してるんですけども、なんですかね、なんかみんなと一緒のことをしたくないみたいな、俺は何かに縛られずに自分の道を突き進みたいみたいなね、なんかアイドルみたいな、なんかアメコミ界の、僕は個人的にね、最近の DC を見てアメコミ界の手越くんみたいな感じがするんですけれども、その中でですね、昨日の、夜にですね、発表がありました。DC がですね、今年はサンリオコミコン、コミコンアットホームに参加しないということで、独自のイベントを開催するというところです。その名も DC ファンドーム。しかもですね、今回、コミコンアットホームに関しては、その日本で、コミコンが展開されているっていうわけではないので、その日本独自の、公式サイトがあるわけではないんですけども、この DC ファンドームに関しては、DC のですね、公式ツイッター、日本の、DC 公式ツイッターが日本向けのですね、詳細な情報をアップしてくれました。つまりコミコンアットホームはまだね、日本で参加できるかどうか、今ちょっとね、対象地域がどこなのかっていうところはまだ発表されてませんが、この DC ファンドームに関しては、日本でも楽しめることがですね、公式から発表されました。今回ですね、この DC ファンドームについてご紹介していきたいと思います。さあ、この DC ファンドームですけども、2020年8月23日これ日本時間です、午前2時から開催されることが決定しました。DC 創設以来史上最大のお祭りということでですね、世界中のどこから参加しても年齢やファンレベルに関係なく皆さんに楽しんでいただけるバーチャルイベントになっているというところでございます。これね、グローバルエクスペリエンス DC ファンドームですけれども、バーチャル空間で開催される、チケットがいらず無料で参加できる、コミコンアットホームと同じですね。この DC ファンドームで何が行われるかというと、最新情報の解禁、キャスト、そして DCTV アローバースと映画作品、そしてアニメ作品のキャスト陣によるトークセッションが開催されるというところでございます。このね、トークセッションについても後ほどご紹介したいと思います。さあ、このイベントの概要ですけれども、DC のですね、公式サイトから引用しています。これまで皆さんに愛されてきた全てのスーパーヒーローとスーパーヴィランたちが DC の過去現在未来を祝うために一つの場所に集結することを想像してみてくださいと。DC ファンドーム .com から24時間アクセス可能なこのグローバルイベントでは、様々なコンテンツで DC ファンの皆様を、魅力あふれる DC マルチバースの世界へお連れしますと。ゲーム、映画、テレビシリーズ、コミックに関する最新情報の解禁はもちろん、ファンに愛されている DC 映画やテレビシリーズのキャストやフィルムメーカーたちによる新しい形のトークセッションも設けられています。さあ、この文章から分かる通りですね、この DC ファンドームは、僕らファンがですね、待ち望んでいた新しい情報、最新ニュース、イベント独占映像が盛りだくさんであり、映画やですね、テレビシリーズのコアファンからゲーマーからコミックスの読者、家族や子供まで誰もが楽しめるように設計されたバーチャルテーマパークでございます。今回ですね、この DC ファンドームで行われるトークセッションですが、現時点でね、俳優さんのスケジュールなんかもありますので、特にコミコンはね、東京コミコン参加していた方もわかるかと思うんですけども、半年ぐらい前からね、参加することは決まってたけど、急遽映画の撮影が入ってこれませんっていうのはですね、これ東京コミコンだけじゃなく世界中のコミコンで、よくあることなんですよね。トークセッション、映画とですね、アニメと、そして、ドラマ作品別にですね、ご紹介したいと思います。まずは映画ですけれども、アクアマン、ロバート・パティンソン版のバットマン、
ブラックアダム、これですね、ロック様のブラックアダムです。そしてですね、先日アメコミファンを大いにですね盛り上げてくれたジャスティスリーグスナイダーカットの最新情報、そしてシャザム、ジェームズガン監督のスーサルスクワット、そして最新作のワンダーマン1984映画ですね、これらの作品のトークセッションが開催されます。そして僕もですね大好きで、よくね動画でもご紹介しておりますロバーツ作品と、まあ、それ以外ですね、まあ、DCTV 作品です。まずはバットウーマン、そしてレジェンドオブトモロー、スターガール、ドゥームパトロール、フラッシュ、ルシファー、ペニーワース、そしてスーパーガール、スーパーマン&ロイス、タイタンズ、ウォッチマンですね、これらの作品でございます。そしてアニメシリーズから、ハーレークイーン、これね、あのビッグバンセオリーのケイリークオコのハーレークイーンですかね、ティーンタイタンズ GO、これスタンリーも登場しましたね、ティーンタイタンズ GO、 ヤングジャスティス、アウトサイダーズ、これネットフリックスでも配信されてますね。これらの作品のトークセッションが開催されるというところでございます。さあ、この DC ファンドームですけども、まあ、どういうね、バーチャルイベントなのかね、未だちょっと実際に僕は参加したこともないので分かんないんですけども、これね、DC ファンドームはいくつかのですね、まあ、イベント施設に分かれているそうです。これね、今回公開されました画像をですね、元にご紹介すると、まずまあメインとなる会場がホールオブヒーローズっていうね、まあ、これホールオブジャスティスをおそらく意識してるんだと思いますけど、まあこれがね、皆さんが集まる、まあ最初のまあトップページみたいなところですかね、ホールオブジャスティスじゃない、ホールオブヒーローズがあって、そこからですね、いくつかの会場に行き来することができるということで、左からウォッチバース、そしてユーバース、そしてキッズバース、インサイダーバース、そしてファンバース。これらのですね、バースに分かれているというところです。まあ皆さんがですね、求めているだろう、まあ、映画、テレビドラマシリーズ、実写作品や、まあ子供向けのね、コンテンツ、そしてまあコミック作品とね、まあ、DC はいくつかの、エンターテインメント、事業をやってるわけですけども、それぞれの、まあジャンルに分かれていると。まず DC ウォッチバースですが、ここでですね、先ほどご紹介した、トークセッションですね、が見れるということです。バーチャルオーディエンスとして世界各国の素晴らしいローカルプログラムをご覧いただけますと、 DC 映画、テレビシリーズ、ホームエンターテインメント、ゲームに携わるタレントやクリエイターたちによる必見のトークセッションや本邦初公開の映像までと、様々なコンテンツをお楽しみいただけますと。そして DC ユーバース、この U というのはですね、僕たちがですね主役であるということで、この世界ではあなたたちが主役ですと、世界中から集まった最も素晴らしいコスプレイヤーやファンアートを見ることができますと。そして DC キッズバースです、何時間も続けてあなたの子供を楽しませるのは大変ではありませんかと、 DC キッズバースに任せてくださいと、www.dckidsfandom.com から直接アクセスできるこの特別なエリアには、子供たちから若いファンのために家族向けの幅広いアクティビティが用意されています。なんだかバーチャルで楽しめるというと、まあ、なんかゲームとかができるんですかね、ネットで楽しめるコンテンツが用意されているというところです。そして DC インサイダーバースでは、伝説的なアーティスト、僕たちのですね、まあ、コミック読者であれば、まあ、皆さんご存知でしょう、ジムリー先生ですね、このジムリー先生や映画制作会社社長のウォルター・ハマダ、この人もね、まあ、よく聞きますよね。そして我らが DCTV アローバースのクリエイターで制作組織のグレッグ・バーランティ、このね、DC マルチバースを最新のお宝映像で紹介しますというところらしいです。そして DC ファンバース。この世界ではみんなでシェアできるアイテムを集めたり、コミックコーナーをチェックしたり、DIY できるワンダーウーマンのゴールデンアーマーやバットモービルキットに加え、デジタルプレゼントや限定商品を取り揃えたお店も登場しますと。つまりここで最新の、まあ、商品なんかをね、購入できるスペースというところでございます。ということでね、今回、まあ、とりあえず、ワーナーブラザーズのですね、公式の、日本のね、公式サイトから、日本向けの日本語での、まあ、こういったね、紹介文というか、掲載文がありますので、おそらく日本語で楽しめるように、まあ、用意されるんじゃないかというところでございます。ということでね、まあ僕に関しては、まあローバースもそうですし、来年ですか、エズラ・ミラーのフラッシュのね、単独映画も公開されますから、そしてですね、ブラックアダムもやりますしね。まあエズラ・ミラーのフラッシュに関してはね、そろそろ最新情報が公開される、解禁されるということですのでですね、おそらくこのイベントに向けた、まあ何か最新情報が解禁されるんじゃないかなというふうに考えております。あと、アローバース作品ですよね。これらに関してもですね、僕は今年は、まあ、フラッシュもそうですけども、最新ドラマのですね、スーパーマン&ロイス、この作品がですね、どういった形でアローバースに影響を及ぼすのかというところもね、楽しみですので、まあ、これらのですね、最新映像なんかもですね、おそらく解禁されるんじゃないかなと思います。
サンリオコミコンもですね、だいたい7月とか8月の上旬とかに開催されて、サンリオコミコンのタイミングでね、最新トレーラー公開されるということですので、まあ、おそらくね、各ドラマ、各映画作品のですね、トレーラーもここでね、見ることができるんじゃないかなというふうに思います。さあ、ということでね、この DC ファンドームもですね、僕、このチャンネルでもね、まあおそらく最新トレーラー解禁されるはずですので、このチャンネルで、ね、生放送で、まあ、同時視聴、最新トレーラーをね、皆さんで見たい、というふうに思っています。まあ、DC ファンドームビズ公式アメコミチャンネルという形でね、何かしらの、まあ、このチャンネルでね、皆さんで共有できる、情報をね、共有できるプログラムというか、まあそんなプログラムつってもね、大したことではないですが、何かですね、楽しめることをできればいいかなというふうに思っております。またね、新しい情報を解禁され次第、またこちらのチャンネルでもご紹介したいと思います。今回は DC ファンドームについてご紹介しました。この動画も面白いと思った方は高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。以上、コウスキでございました。